どうも、井上です。この動画では、ベースの商品登録のやり方で、CSV で一括で商品登録する際のやり方っていうのを、ちょっと詳しくやっていきたいと思います。ベースで商品登録する際ですね、CSV を使うことで、いくつの商品を一度に、登録することができるので、1、2品商品登録する場合は、普通の商品登録で構わない、構わないんですけど、数たくさん一度に、商品登録したい場合は、この CSV を使って商品登録することで、一気に、商品登録ができるので、便利だと思いますので、よかったら使ってみてください。この動画では、これですね、今これ3つ、サンプルで作ってアップしてるんですけど、この、例えばこの携帯ですね、この携帯スマホケースで、ここ、種類は、パンダ、ウサギと2種類あるんですけど、こういった、登録の仕方っていうのを、あと、戻ります。これも一緒ですね。このバッグで、バッグの種類が黒とカーキと、カーキとブラックとある、この種類を、作った登録の仕方ですね。あと、この写真の入れ方ですね。この辺と、あと、これはマスク。これは単品なんですけども、この単品のマスクのやり方というのもやります。だからこの3つの商品を一気に CSV で登録するやり方をやってみたいと思います。では早速やってみたいと思います。一度、この商品、この今登録している商品を一回削除します。これで削除します。で、これが一番最初の初期状態になります。で、商品登録する場合ですね、CSV 使わずに直接する場合はこういった感じで、こういうの商品登録をするで、ここに商品画像、で、あと商品、詳細ですね、詳細、あと、値段、税率とか、これ全部入れていくんですけど、この辺を CSV で一括して登録できる形になります。ではやっていきます。この APPS、これをクリックします。するとこの画面になります。で、CSV 商品管理っていう APPS を、すでにダウンロード、インストールしている場合さ、ここに CSV 商品管理って入れてますので、これをクリックします。するとこの画面になります。この画面で、一括で商品登録するのか、登録済みの商品を、CSV で管理、変更するのかっていうのが選べますので、今回は新規の登録になりますので、もし、これですね、商品を新規登録するためのからの CSV ファイル。これをダウンロードします。これも、すでにダウンロードして持っている人の場合、場合でしたら、このダウンロードは必要ありません。私の場合も一応、これ、今回はこれのためにダウンロードするんですけど、別の、商品管理で、CSV を、作れるようにして作ってますので、この CSV を使って、アップする形にしています。そしたら、これ、ダウンロードした、CSV を開きます。すると、こんな感じのからの CSV というのが、ダウンロードされますので、これの、ここ、全部、記入していくという形になります。記入をちょっと省きます。この CSV を、記入したファイルというのがこれになります。この感じで、ここですね。商品名で、新規の場合でしたら、この商品 ID、ここと、あとこの商品種類 ID ですね。ここは、記入しないようにお願いします。新規の場合でしたら、ここは、記入、空欄で登録という形になります。で、登録した商品の、変更ですね。内容変更の場合は、ここに、商品 ID と種類 ID というのが、ここに入ってきますので、その辺は触らないように。注意してください。では、これの、一応内容の説明していきます。まず、商品登録欄を開きます。商品登録。で、これの商品の登録するの、ここですね。これを開いて、これ、切り出ます。
そうですね。これね、この商品名っていうのが、この CSV ファイルのこの商品名、ここに、商品名、タイトルになります。これを入れていきます。こんな感じで入れます。で、これ、今さっきも言ったように、パンダとウサギと2種類あるんで、同じタイトル。ここは同じタイトルにします。同じタイトルを、2種類ある場合は、2つ、書きます。で、ここに、種類名ですね。種類名っていうのが、この、ここです。在庫が、何個かある場合は、ここで、1個の場合は、ここに在庫数を書くんですけど、何種類かの設定数が、ここに、こんな感じで種類を分けるで、今回のが、ここにパンダとウサギって書くんですけど、パンダ、ウサギになるんですけど、これの、種類、種類ですね。これを、ここに、種類名のパンダ、うさぎっていう形で、書きます。これがもし3つ、3種類に、分けたい場合は、ここにもう1列、同じタイトル、商品名をつけて、ここに種類名というのを3つ書いていきます。で、値段。これ説明ですね。次説明は、この商品説明。ここに書く、内容をここに記載します。あと、これ価格ですね。価格は商品価格。ここになります。あとは、税率は、ここですね。税率、8% か 10% か。10% が1で 8% が2になります。ここですね。在庫数。在庫数は、この在庫数になります。各カテゴリーの在庫数になりますので、これを書いていきます。あと、この、後ろにある、ここですね、後ろにある、この在庫数。種類在庫数っていうのも、同じになります。5個の項目ですので。あと、公開状態ですね。公開状態っていうのが、ここですね。公開するか、非公開するか。で、公開の場合は1で、非公開の場合は2になります。で、表示順っていうのはこれ。この CSV で登録した商品の、お店の、登録順ですね。ですから、これ1、2、3で。でしたら、1、2、3に入れます。あと、次に、この、画像ですね。画像アドレスっていうのをここに入れていきます。で一応、これ一手に入れるのが20個。画像は20個まで、登録できますので、登録するようにしてください。あと、これ、種類別で登録する場合ですね。これ今、2種類登録して、2列になってるんですけど、この1列、一番上の列に入れた画像しか、反映されないので、もし、この2列、パンダとウサギの画像を、表示したい場合ですね。例えば、これの、あ、リスタにもないですね。これで、1列でしたい場合は、この一番上の、1個目、その種類の1個目のところに画像を入れる形になります。これでしたら、この、バックの、カーキとブラック、ブラックとあるんですけども、この上の列に、これ全部カーキとブラックの画像というのを置き込みます。ですから、こんな感じしないと、これカーキはカーキで、ブラックはブラックで、ブラックの画像をここに入れちゃうと、ブラックの画像が反映されないので、この下の段というのは、空欄にします。で、一つの商品ですね。1ページ一つの商品でする場合はこんな感じで、この列に、画像を入れていくという形になります。そしたら、これで、できたので、これを CSV 形式で保存します。今回はこれ、これが共有になります。CSV で保存して、これをアップロードする形になります。あと、これと、画像ですね。次に画像を用意する必要があります。画像は、画像の場合は、これですね。画像は、画像フォルダを作って、それを、作ります。こんな感じで、イメージ。これはもう、もう、フォルダには何でもいいですけども、画像フォルダを作って、こんな感じで、こんな感じで、
今回商品登録したい画像の、ここのフォルダーに、全部、一個のフォルダーに全部こんな感じで、区切らずに入れる形になります。で、これを、圧縮して ZIP ファイルに圧縮する形になります。そしたらこれを、このイメージフォルダーですね。これ、マウス合わせた状態で、右クリックすると、この状態になるので、この圧縮ですね。圧縮のこの ZIP で、ZIP フォルダーを作ります。これで、準備ができましたので、次に、アップロードしていきたいと思います。フォームに戻りまして、この APPS ですね。で、CSV 管理が、この商品の一括登録編集ですね。これをクリックします。で、これの、ドラッグ&ドロップで CS ファイルを、ここに、先ほど作った、これですね、CSV ファイルを入れます。で、あと次に画像フォルファイルですね。で、今作った ZIP フォルダーですね。デスクトップ。で、これを、入れます。これで、準備 OK になります。これで、このアップロードですね。これをクリックします。すると、この中に予約ってなるので、しばらくこの状態で待ちます。すると、勝手に、アップロードしてくれて、完成すると、こんな感じで完了っていう形で出るので、これで、商品が搬入されたい形になります。これもしばらくちょっと待ちます。はい、こんな感じで、完了ホテルからね、商品のアップロードが完了、登録が完了という形になるので、速攻見に行ってみたいと思います。これで速攻、これ、今を触って速攻見る。それで、自分の速攻見る。こんな感じで、できているのがわかると思います。これで、パンダの、痛みですね、選択できるようになっています。で、画像がここに、こんな感じで入っていきます。で、次に、ですね、バックも、バーッとブラックしていきます。で、画像もこんな感じで、入っているのがわかると思います。で、マスクですね、マスク。これ、ここが、ここですね。これの、ここの商品名っていうのがここになります。で、あと、この、そう、スリーのですね、説明ですね。説明のとこが、ここになります。こんな感じですね。これは説明になります。あと、価格。価格はここですね。価格の、あと、数量。ですね、1個2個。これ、在庫数2個っていうので、数量がこれ、選べるようになってます。で、あと、定義と、公開表示順ですね。これ1、2、3で。そうですね。1、2、3になる。こんな感じで、CSV で、動画というのを簡単にできるので、よかったらやってみてください。CSV の、登録、CSV 登録で、私がよくハマった絵というのは、この、ですね、今これ、先ほどテストでやってるのにはなってないんですけど、エラーっていうのもよくあるので、その対処方法というのをやっていきたいと、この動画で見ていきたいと思います。では、皆さん、見てください。ちょっとエラーが作りますので、長くこうね、ください。はい、できたので、ちょっとこのエラーの、状態というのを一回表示してみたいと思います。今作ったファイルを、CSV ファイルを動かせばいいです。で、ここを作ってみたいと思います。どういった、登録に、
で、これもう一回聞いてください。もう一回聞いてください。で、商品、もう一回こうしていきたいと思います。USB ファイルの商品に使って、USB ファイルを入れていきます。で、次にラジオファイルですね。ビットファイルを入れます。はい、これで、登録ができたので、またアップロードします。アップロードを追加します。それで、取り扱いを見たので、このようにしばらく待ちます。はい、こんな感じでエラー表示になってます。これで、このダウンロードですね。これをクリックすると、このエラー内容、どこがエラーになったのかっていうのが、CSV でダウンロードされて分かるようになってるので、こうクリックします。保存します。はい、これでダウンロードできましたので、これで CSV を開いてみます。こうですね。これで、こんな感じで、CSV がダウンロードされました。で、ちょっと見やすいように、縮めていきます。これで、先ほど、入れた CSV のダウンロードしたエラー表示ですね。ここに、一番こっちの先頭にエラーっていうのが出てますので、これのここを見ると、どこがエラーになっているのかっていうのが出ます。だいたい、画像のエラーが多いですね。これ、この場合さ、画像16ですね。画像16。こっちずーっと行って、画像の16ですね。16のここがエラーになってます。これが見つかりませんになってるので、この2-8、画像フォルダをちょっと開いてみます。先ほどアップロードした画像フォルダですね。これの、2-7、2-8、2-8っていうのがないので、エラーになってるので、この画像16、これを削除します。これを削除して、次に、今度はここですね。画像13が見つかりませんとなっているので、これのずーっといって、画像13。これですね。1203-3。これを見てみます。1203-3。これですね。これ、画像を割るんですけども、なんでこんなエラーになるかというと、これも、よくあるんですけども、13。これですね。1208-3。1203ね。何だろう。画像13。画像13。これですね。色つけます。画像13の1203-3ってなってるんですけど、これですね。1203-3。画像はあるんですけども、これよく、このベースの CSV でやってると、これよくあるんですけども、この、ここに書いてる、画像の URL と、URL という画像名と、この実際にアップロードした画像名が違うんです。この画像名、これ必ず一致させておく必要がありますので、これ、こっちは JPG が大文字になってるんですけども、こっちは JPG が小文字になってます。これでもエラーっていうのが出ますので、この辺も気をつけてアップロードする、画像名をつけるようにしてください。一応これ全部、1203-4。これは、大文字になってるので、大文字になってるんですけど、これ、こっち、1203-2っていうのは、これ、JPG 小文字なので、小文字でやってます。こんな感じで、このベースのこの CSV は、この大文字小文字も、判別しますので、この辺も必ず合わすようにしといてください。どっちか、統一して、画像、目を合わせてアップロードした方がいいと思います。
バラバラですと後でこのチェックするのが大変なので、そしたら、今回はこっちに CSV の方を直していきたいと思います。ここを選択して、これを大文字に直します。これを大文字にします。これで変更は OK です。次に、この3個目ですね。これで、画像8が見つかりません。画像9が見つかりませんとなっています。これは画像8と9ですね。8と9。1323の8と9。1323のは、7までしかないので、この画像がアップロードされてないので、これを消します。はい。これで、画像、エラーの修正は完了なので、これでファイルを、はい、これでエラーの修正は完了です。削除します。削除して、はい。削除して、これで、この書き保存をして、もう一度アップロードしてやり直したいと思います。これで OK です。キャンセルで。これも、取ります。で、もう一度商品の一括登録します。ここにドラッグ&ドロップを持ってきます。で、画像ファイルも持ってきます。で、アップロードをクリックします。これで予約になってますので、もうしばらくもう一度待ちます。はい、これで CSV の搬入が完了になったので、これちょっと先ほど CSV のファイルを前の文を入れたのでエラー出てますけど、修正し直してます。で、これで、完了なので、もう一度ページを見に行ってみます。ここに、3つ、ダウンロードされているのがわかると思います。こんな感じで、エラーが出ても、このダウンロード、エラーの内容を見て修正することで、新しくできますので、参考にしてみてください。あと、画像ですね。画像の画像名。の方も、注意するようにしてください。こんな感じで CSV で商品登録が簡単にできるので、よかったらやってみてください。この動画は以上になります。この動画がためになると思ったら、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の方もよかったらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。